なんと老様は6年間の修行でこの棒でお尻を叩かれること1万回。異形。それはすごいことなのか。丁重に迎えるはずのユイス様に大変無礼な態度をとってしまいました。何卒お許しください。大変無礼な態度というか不気味な態度というか。ユイス様に大僧正からお話があるようです。どうぞこの上にある大使の宮殿をお迎えください。了解です。いやー、なんかこの壮大な音楽とかも実はこの場所で普通に流れよんかな。ドルダキオへようこそ。いや、そこは今日なんやね。うん、なるほど。あー、なるほど。あなたが待ちに待ったユイス様ね。散歩大僧正から聞いたわ。服が可愛い。私たちずっとこの日を待っていたのよ。里のみんなもあなたと話したがってるから、よかったら声をかけてあげて。まあ、行く途中でいろいろと、ちっちゃい子もいた。ユイス様が来たからおじちゃんたちが宮殿に集まってるみたい。ついに待ちに待った日が来たんだって。でもユイス様ってなんだろう。後でお母さんに聞いてみよう。まあ、私ですよ、私。どこよ、大使の宮殿。あ、全然違うわ。ここをまっすぐ行けばいいってことかな。お、逆？こっちか。わかりづらいな。ユイス様、ようこそいらっしゃいました。ドルダの民一同、あなたを歓迎します。里を訪れたユイス様にはぜひ、会っていただきたい方がいたのですが、詳しいことは大僧正に聞いてください。過去形？ってことはもうその、会ってほしい人というのはいなくなったんですかね。大使の宮殿。どこに行けば、よろしいのでしょうか。あれ、ここじゃないわ。こっちか。このミニマップじゃさ、場所の名前が書いてないけん、いまいちよくわからんのよね。宴の準備をしなくちゃ。あ、マジで歓迎してくれる。ありがとう。嬉しい。美味しいものいっぱい用意してね。ユイ様、よくぞおいでくださいました。ここが大使の宮殿です。中で大僧正がお待ちですよ。よし。中で待ってるのは大僧正なのね。大使じゃないの。ドルダ教へよくぞ参られました。私は里を治める大僧正サンポと申します。あ、ここ一番偉い人やったっけ。二番目とかじゃないんや。散歩大僧正、あなた方ドルダの人々は彼のことを知っているのか。もちろんです。我々は16年前、勇者様がユグノアに生まれてからずっとその訪れをお待ちしていました。いや、嘘つけよ。16年前、君生まれてないだろうよ。勇者のことを待っていた。絶対生まれてないやろ。それはどういう意味だ。え、確実にさ、まだ10年も経ってないやろ、生まれてきて。訳をお話ししましょう。さあ、あの旗を見てください。中身おじさんとかかな。転生。ドゥルダは古来よりユグナーとゆかりのある里。ユグナーの王家に生まれた男子は幼子の6年間里に修行に出されるという掟があります。え、私ここに修行に来とったってこと。私主人公。ユグナーの王子として生まれたあなたも本来は里に修行に出されニマ大使に指示するはずだったのです。あ、戦火。あ、そっかそっかそっか。あれよね。え、要はユグノアが魔物に滅ぼされ、そう滅ぼされたけん、それは叶いませんでしたが、修行に出すとかそんなことしよる場合じゃなくなったよね。もし運命が違っていればお前はこの里で幼少期を過ごしていたのだな。しかしその師匠になるはずだった肝心のニマ大使はどこに。ニマ大使って死んでなかったっけ。生きとった。我らの指導者ニマ大使は魔王によって世界が崩壊した時、その衝撃から里を守るため巨大な守護法人を展開しました。ちょっと名前を忘れたんだけども、おじいちゃん修行をつけよったけど、あれってなんか精神世界みたいなんじゃなかった。その強力な結界によって里は助かりましたが、うん、よね。自らの命を犠牲にしたニマ大使はそのまま帰らぬ人となったのです。なんか精神世界みたいなところで修行しよって、確か肉体はもう滅んどったよね。そうだったのか。ニマ大使はこの里を守るため犠牲に。ニマ大使の代わりにあなたにお見せしなければならない場所があります。まだおじいちゃん修行しよんかな。宮殿の裏にある大修練場まで来てください。はいはい。
二馬大使が亡くなったのは残念だが、大僧城の言う大修練場に行ってみるか。こういうのいつも思うんやけどさ、もうムービー上で一緒に連れてってくれやって思う。私はどれだけ同じ反対です。イグナーが滅びなければ、二馬大使と共にあなたに稽古をつけるはずでした。おー、師匠になるはずやったんやね。早速里の教えを伝授したいのですが、まずは大僧城の話を聞いてください。修練場は宮殿の奥から行くことができます。了解です。今から私修行させられる感じ？その6歳までにさ、受けんといかんかった修行を今から受けさせられる感じ？へえ、やだな。女の人かと思ったら男やった。ここは歴史深きドルダの大修練場だ。よくと来たユグノアの王子よ。そこにある霊廟で大僧城が待っているぞ。見えてたよ。この扉の先がドゥルダの大修練場となります。実際に修練場を見る前に、里に語り継がれる伝説の勇者老主の伝承についてお話しいたしましょう。お願いします。神話の時代、老主は邪悪なる神を倒す旅の途中、賢者の集まる神秘の里ドゥルダを訪れました。深き知恵を持つ里の初代大使天神に弟子入りした老主は、この修練場で力を磨いたと伝えられます。ローや、この老主でちょっと思い浮かんだけど。そして修行を続ける老主は、ある人物と運命的な出会いを果たしました。ほう。まあ、でもここってことは何？一番最初ローから復活ではないんかな。同じく大使の下で修行に勤め、弟子の中でも一番の実力者とされた大魔法使い裏の精神世界っていうけど、一応二馬大使ここってことやろ。共に切磋琢磨し、互いの力を認め合った二人は意気投合して友となりました。修行を終えた後、ウラノスは老師の仲間となり、邪悪なる神との戦いで大いに活躍したと伝えられています。小さいのにすごい勉強熱心やね。二人が友情を誓い、邪悪なる神を倒すことを決意した言葉が刻まれています。老師とウラノスか、大変興味深い言い伝えだな。昔語りはこれくらいにして、昔語り実際に修練場をお見せしましょうか。私についてきてください。この子実はコロボックルとかいうわけじゃないよね。普通に人間って子供やろ。もうなんかね、威厳がありすぎて。え、ここいたいた。ここが歴史深きドゥルダの大修練場。神話の時代からある場所で、鍛錬した者の血と汗が染みついています。汗はまだいいとして、血はちょっとやだな。あなたも歴代のユグノア王子と同様、ここで二馬大使の稽古を受けるはずでした。歴代のユグノア王子ってことはあれよね、父親とおじいちゃんは受け取るわけよね。わざわざここに来ていただいたのは、おじいちゃんは今現在も受け取るみたいやけど、同志の時代から延々と続く伝統の地をあなたに踏ませてあげたかったからです。あなたの祖父ロー様もここで修行を受けたのですが、彼の偉業は今も皆の記憶に残っています。やっぱすごいんや、おじいちゃん。偉業だと？二馬大使の修行は厳しいことで有名です。これは弟子が追い出した時にお尻を叩く、通称お尻叩き棒。なんとロー様は6年間の修行でこの棒でお尻を叩かれること10,000回。偉業？それはすごいことなのか？この記録は未だ破られることなく、牢のようになることなかれという戒めが今も語り継がれているのです。やだ、そんなおじいちゃん。大した偉業だな。牢様が心配ですか？ですが、あの方は大使の厳しい修行を耐え抜き、今も伝説の弟子として語り継がれる方。世界崩壊の衝撃で亡くなるほどやわではありません。きっとどこかで無事でいるはずです。屈強な人であっても世界崩壊の衝撃では死ぬと思うけどね。今日はあなたのために大使の宮殿で確実に人間じゃないやん、ささやかな宴を開かせてください。二馬大使がいない今、私たちにできることは多くありませんが、あなたのためにできる限りのことをしたいのです。ね、新たな武器とかはもらえないの？
その勇者にちなんだ武器みたいなの。こうして里を訪れたアイナのために、その夜ささやかな宴が開かれ、修行僧たちは久しぶりの宴を大いに楽しんだ。そして夜が明けた。目が覚めたか。いつも思うんやけどさ、そして夜が明けたの。せめて二の大使が生きているな。なんでびっくりマークがつくんやろ。魔王を倒す手がかりを得られたかもな。ま、過ぎたことを言っても仕方がない。そろそろ行くか。そこはちょっとローが復活してくれたら多分いろいろ話してきとるはずやけん。え、さあ行くかっていうのはどこに行けばいいの次。ここに来てなんか自分のねするはずやったこととかそういうことを語られただけなんやけど。え、宴はもう開いてもらったんやろ。どうした、誰だ。勇士様、昨日はぐっすり眠れてようじゃな。また旅に出られると聞いて大僧侶が見送ろうと外で待っておりますぞ。え、なんかあれ、自分のルーツを聞いただけ、ここに来たの。それだけ。それにしても宮殿の外が何やら騒がしいが、一体何があったのかの。見に行けよ。眺めよってもね、あの扉スケンケン見えんと思うけど。申し訳ありません。参道の魔物は我々の手に負えず、修行者を発見することはできませんでした。そこまで危険な場所に修行に行かせてたのかい。そうですか。それともそこの魔物が散歩大掃除を凶暴になったってことなんかな。ああ、お二方、実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーランダ山頂へ向かったのです。たった一人で。何故そのようなこと。わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと、何も言わずに山頂へ向かったそうです。ニマ大使の知り合い。山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため、救出のために僧兵を派遣したのですが。発見はできてないの。この通り怪我をして戻ってくる始末。なるほど、こっちが派遣された側の。それでどうしたものかと思案していました。日々修行を積み重ねながら、肝心な時にその成果を発揮できないとは、自分が不甲斐ない。まあどんな修行かは知らんけども。では我々がその修行者の救出に向かうのはどうだろう。申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に迷惑はかけられません。いやでも世界の平和がね、まあなんか最終的な使命やけん。しかしその修行者をこのまま見捨てるわけにはいかない。なあ、いいだろう。里の者には一宿一飯の恩もある。その修行者を助けてやろうではないか。うんうん、はい。ありがとうございます。ですが。ご好意に甘えてばかりもいられません。私も一緒に連れて行ってください。マジで散歩大僧侶って強い。うん、回復役かな。では早速ドゥーランダの山頂へ向かいましょう。山頂へは里を出て東の道から行くことができます。あ、さっきマップで確認したところやね。ここに着く直前に。勇士様、ドゥーランダの山頂はこの里を出て東に向かった山道から行けます。参道には魔物が多くいるのでお気をつけて。なんかね、こういうのなんなんやろ、知的なものなんかな。え、それとも普通にこの子がめちゃくちゃ実力があったけん、なんかそういう偉い立場におる感じ。なんかさ、周りになんかクエストって出とるけど、不退転、背水の陣、戦える勝敗は己の覚悟で左右される。負けると思っている者が勝つ道理はない。いかなる強敵が立ちはだかろうとも、勝ちたければ己を信じ闘志を燃やせ。どの局面においても揺るぎない勝利を信じよ。これぞ里に伝わるドゥルダの心得。里の僧たちはドゥルダの心得を守り、日々修行を積んでいるのです。これから先戦いに身を投じる者であれば、このドゥルダの心得は役に立つでしょう。一つこの心得を体現してみませんか。とある連携技を使って強敵の魔物を倒すというものです。どうでしょう、やってみますか。
ドゥルダ教にいる師範代に魔物をある錬金技を使って倒し、里に伝わるドゥルダの心を体現するのだと頼まれた。ほう、一応受けとくだけ受けとこうかな。いい返事です。今の返事で分かりました。あなた方はこれまで数々の修羅場を越え、多くの強敵と死闘を演じてきたようですね。さて修行の内容ですが、このさ、受けるまで修行の内容を教えてくれんっていうね。どうよ。ドゥルダキアの外にスノードラゴンというものがおります。昼にしか現れないとても強い魔物です。錬金技の排水の格好を使ってそのスノードラゴンを倒してください。排水の格好を使うと攻撃力が高まり守備力が下がります。文字通り排水の格好で挑むのです。錬金技使う前にやっつけてしまいそうな気がするんよね。てか錬金技ってどうやって使うんやっけ。いやマジそこからなんやけど、てかどこから出れるんすかね外に。まずそこからなんやけど、これ、あ、これっぽい。はぁ、出られた出られた。もうとりあえずメインの方を進めつつ、スノードラゴンがおればね。おればね、やります。うん、普通におりそうな気がするんよね。おらんやないかーい。全く持っておらんやないかい。じゃあちょっと、山頂に向かいますか。ここ?わかりやすく立っといてくれとるけど。おお、これは勇士様。山頂に向かって修行者を助けに行くのですね。どうぞお気をつけて。はい、気をつけて行ってきます。ボロボロになって帰ってくるかもしれんけど。でも大掃除を連れとるけんね、ちょっと気を、びっくりしたわ。気をつけていかねば。めっちゃあったかそうやね。なんか外雪だらけやのに。でっかいドラゴン、かっこいい。もうだってこの洞窟の中全然雪関係ないもんね。ちょ、こいつやっつけて、乗らせてもらうよ。私がドラゴンライダーになるけん。ほら、こんなさ、一発でやっつけるのにさ、スノードラゴン、電気技とか使いよる余裕がなさそうな気がする。全然余裕なさそうな気がする。まだ上かい?お、さらに上?めっちゃ行くね。どこ?あ、ここの上か?あ、ぶつかった。全然見えてなかったわ。ふぅ。めっちゃ上へ上へ行くね。山頂への洞窟なんかほぼさ、上に向かって掘っとるよね。やばくない？もうなんか、ドラゴンで飛ぶこと前提みたいな洞窟。成敗してくれ。え、自然に出来上がった洞窟なんかな。で、人工的よね、確実に。確実にあれ切り出してる感じよね、足場。馬の糞いらねえ。馬の糞っていうか、あいつの糞やろ。やだわ。あいつ糞するんやね。びっくりした。人が立っとんかと思った。超巨大な。巨人すぎて怖い。もうこれ山頂?あっという間に着いた。ん?おじいさんが。修行中なんじゃない?大丈夫?集中力。お、宝箱。近くで、え、初代大使の武闘技。近くですごい集中力途切れそうなことするけど。こいつは見るに耐えんな。もしやこれが見るに耐えん。一人で山頂に向かったという修行者なのか。普通に修行しよるだけやない今。え、何死んでる？きっとそうに違いありません。え、しっかり座禅を組んで息絶えたところを見るに、この者は覚悟の死を遂げたのでしょう。え、そりゃこんな場所でさ、上半身裸でおったら凍死するよね。しかしこの姿どこかで見たような。何、どこ？
これは数ある無夫婦本の中でも最高と名高いピチピチバニーではないか。待って食いつきすぎ、びっくりなんやけど。主人公ビビっとるけん、ちょっと、不幸中の幸いとはこのこと。この修行者、哀れな最後ではあったが、きっと幸福に包まれ天に召されたに違いない。何、修行はしてなかったのかい。そんな、なんか煩悩まみれな感じで召されていったん。お、何、これは、ユグノア王家の者が持つ首飾り。これ？こんな貧相な修行者が、なぜこれを。あ、でもそっか、ニマ大使のところが精神世界やとしたら、ま、この修行者あっちも精神状態というか、実体じゃないってことなんか。ロー様！てかこれ確実にさ、ガリガリになっとるだけじゃなくって、縦に伸びとると思うよね。身長伸びとるよね、これ確実に。そうか。王様はニマ大使のマナですし、おそらく大使が亡くなったことを知り、ローがさ、絶対痩せたところでこんな死を選んだのだろう。身長伸びんと思うんやけど。いや、待ってください。まだ息があります。お、なんだと。おそらくロー様の御霊は今生と死をさまよっておられると思われます。しかしこのままでは死。まだ鼻が赤いもん。いえ、一つだけロー様を救う方法があるかもしれません。あなたが冥府生と死の狭間にある世界へ赴き、ロー様を救出して戻ってくるのです。でもあのさ、ローのストーリーを見た感じでは今ニマ大使と修行しようってことよね。そんなことが可能なのか。普通に返してくれるんやない。返してくれんもん。実はドゥーランダ山頂にあるこの御堂は、死んでまで修行するわけじゃないやん。冥府と通じる霊源新たかな場所だと伝えられます。私が里に伝わる分霊の儀式を行って肉体から魂を離脱させれば冥府に入ることができるはずです。てかさ、今からでもさ、冥府は生と死が揺らぐ世界。上着とかさ、毛布とかなんかかけてあげた方がよくね。二度と帰ってこられないかもしれません。このままでは死って言うけど、どん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 衰弱していかん。それでもあなたはロー様、あなたのおじい様を救うため冥府に行きますか。いや、まあそりゃ救わんとね。うん、わかりました。それではあなたを冥府へと送りましょう。心の準備ができたら行ってください。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。